はい、手錠を使います。そうなんです、ね、はい、調べていただいて、はい、本物です、はい、アメリカの手錠ですね。ガリガリって言う、ガリガリって、はい、はい、で、ここに鍵が6本あります、はい、6本ですね、6本、はい、6本あります。で、実は1本はこれリボンがついてるのが本物で、はい、残りの5本は精巧な偽物です、はい、なのでこの5本だと鍵が開かないです。はい、じゃあちょっとですね、これ手に出しますよ、はい、はい、ちょっと全部見ていただいて構いません。まあ普通ね、もう同じような、もう見た目は多分変わらないと思います。で、じゃあ鍵がね、このリボン以外のやつで開かないというのをちょっと確認しましょうか。はい、ですね、これ差し込んで時計回しに回していただきます。これ開かないです、はい、時計回し、そうですね、です、開く場合は開くんですけど、で、半時計回しに強く回しちゃうと壊れる場合があるので、はい、二度と開かなくなる場合があるので気をつけてください、はい、じゃあ他も開かないのを確認してみましょうか。開かないですね、 OK ですね、はいはい、まあ開かないです、はい、まあそんな感じで OK です、OK です、ありがとうございます。で、これ本当に見た目変わらないの分かります？そう、もう多分見分けつかないと思います。見分けつかないですけど、これだったら開きます、回していただくとって答えもあると思います。おー、はい、開きましたよね、はい、まあこういうものです、シンプルに、はい、はい、ちなみに手錠かけられたことありますか？ないです、初めてです、はい、ないですよ、ね、まあ、そうですね、痛くないです、はい、ただ自分も兵士恐怖症なんで、あ、むっちゃ嫌ですね、あ、今感じがむちゃくちゃ嫌です、あ、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ちょっと暴れたすぎます嫌な感じで、もう今これだとしても、はい、じゃあすぐ開けますね、安心してくださいね、はい、開きました、こうか、ね、開きますね、 OK ですね、はい、はい、まあ、これで安心ですね、はい、大丈夫ですね、 OK です、はい、安心していただいて、まあ、これは開きます、はい、リボンね、リボンもついてるやつ、はい、でこれ何やるかというとですね、6本中1本が当たります、はい、見えました、クルクルっと回して、はい、これでも多分分かんなくなっちゃったと思います、はい、当たりが、はい、それを当てるというゲームをやります、はい、はい、で僕がつきますね、はい、ちょっと辛そうだったありがとうございます、はい、優しい優しい、はい、ね、これね、これで、はい、こんな状態です、はい、で普段は僕これ賞金を出すんですよ、はい、まあ、3回チャレンジをしていただいて、はい、一発で当たったら10万円、1回外すごとに賞金額が下がっていって、はい、次が5万円、はい、次2万円、はい、3回外してしまったらもう0円ですなんて、はい、そんな感じで食べてます、はい、10万円は嬉しくないですか？いやいや、なんかその、いや嬉しいです、嬉しい、はい、嬉しいですけど、なんかその、うん、はい、それよりに当てたいっていうでもそうですね、そう気持ちが、あ、それいいですね、はい、その気持ち大事なの、でも、はい、多分分かんないですね、これどれが外れか、なんか分かる気するんですよね、お、マジですか、はい、じゃあグラス持ちます、やっぱ、はい、一発当てたら10万円勝ち、勝ちです、勝ち、もうそうですね、でもこれか、相当吟味されましたね、はい、じゃあちょっと何が決め手なのかあとで、うんうんうん、はい、じゃあここに、はい、時計回しですよね、時計回しですね、せーの、外れ、外れですか、外れでした、残念です。ちなみにさっきの決め手は何だったんですか？これかなと思うのがあるっておっしゃってた、ちょっと、はい、ここ斜めやなと思ったんですけど、ああ、なるほど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 、はい、なんかこのここは直角やけど、なるほど、こっちはなんか斜めかなみたいな、はい、思ったけどちょっと違ったぞ、違いましたね、はい、なるほど、
こっちでしたよね。これですよね、1回目やったの。ああ、そうですね、はい、はい、これですね、はい、あ、それでいいですか、ちなみに。そうですね、はい、5万円です。はい、下がりました。はいはい、もうそれよりアペタイっていう。そうです、分かった。あ、変えた。変えました。変えましたね。はいはい、はい、いいですか、どうぞどうぞ。はい、下に来ます。これ、あ、こうやってちゃうか。うん、違う違う、そんな別に仕掛けないです。これじゃなくていいですか。どうします。じゃあこれでいいですか。はい。いいですよ、じゃあそれにします。はい、僕はパッと見分かんないので、ちょっと離れてるんで分かんない。はい、はい、大丈夫ですか、本当にいいですか。はい、これあの3回チャンスのラス1になっちゃう。ラス1、はい、じゃあこれでいきます。はいはい、これでいきます。はい、違うか、違かった、というふうに。まあまあまあ、でもこれ別に不思議なことでも何でもなくて、はい、まあ、外れることあるじゃないですか、はい、ね、あの最後の4分の1でも 25% ですから、はい、ちょっと全部混ぜていただいていいですか。はい、混ぜていただいて、でやっぱり勝ちたいとか言うと意外と当たらないんですよ、これ、はい、あのこれ今まで当たった人実はいなくて、はい、あの賞金をかけるとそれが邪念となって邪魔するみたいで、はい、僕何が言いたいかというと、はい、直感が大事、はいはい、直感とは言語化できていないと経験を総合して判断しているものだと思う、はいはい、そしてそれはあながち間違っているものではないと思います、はいはい、ですからこれすり替えたりと何もしないの。何もしないです、はいはい、じゃあ直感です、はい、直感です。もうお金手に入らないです、当たっても、はいはい、うん、はい、何もいいことないです、はい、当たるだけです、はい、勝ち負けないです、あ、はい、集中して勝ち負けないですよ、はい、音聞いてください、はい、音に集中していただくと目つぶってもいいです。手を出して直感で一本選んでみましょう。直感で、はい、はい、それでいいですか。はい、大丈夫ですか。はい、中に入れて、あ、こっちを中に入れて、はい、パンチ入ればいいな。はい、音聞いてましたよね。はい、聞きました。うまく入ってたら、はい、その直感力を僕がうまく引き出せてた、あ、引き出せてると思うんで、はい、当たると思います。特に何もやってませんね、はいはい、頼む、当たっててくれ。お願い。せよ、じゃあ入れましょう、はい、せーの、あ、向きとかして大丈夫ですよ。あ、疑えて、それ大丈夫ですか、はい、せーの、間違いない。うおー、おーよかった。よかった、僕がホッとした。もちろん、もちろん、もちろんです、もちろん。当たった。よか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 ったです。なんでなんですか。よかった。入ってくれた最後に。これが入ったってあるんですか。ですね。うんうん、いやでもね、うまくいったかどうかわからないんで。うん、すげえ。すごいですね。最後のでも取った決め手なんだったんですか。なんか光ってる気がしたんですよ。光ってる気がしたんですよ。はい、ただライトのあれかもかもしれないけどね。すごい。ありがとうございます。これが入ったんですね。そうですね。うん、だから何も考えなかったらうまくいくことがあるっていう、なんかそういうそうですね。ありがとうございます。いや、お嬢さん。ありがとうございます。いや、あの不思議な世界があるもんですね。うん、なかなか凡人には理解しがたい。いやー、すごい。ありがとうございます。いやすごいです。とんでもないです、はい、最後はパーンと入りましたね。当たりましたね。あ、よかったですね。本当に、まあ、今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、おまけです。
まあ、僕がね武術武道好きということでせっかくリオさんに来ていただいたら、はい、パンチを受けないわけにいかんだろうと、はい、で、まあ、じゃあ直接顔面殴られたらあの多分 YouTube NG になるバンになるんで、はい、まあ、これでね、はい、あのいろんな人のパンチを受けさせてもらってるので、はい、その感じでちょっと受けさせていただいてもいいですか。はい、はい、30分ぐらい、いきなり30分、20ぐらい、20で、はいはい、じゃあお願いします。はい、はい、フックできますか。はいはいはい、じゃあ、うん、20、はいはい、はい、いきます。もうなるほど、はいはい、これこんぐらいかな、それは、うん、はい、40、60ぐらいでいいですか。わかりました、はいはいはい、はい、じゃあ次40ぐらい、はい、はい、怖い怖い、はい、オッケー、はい、じゃあ次60、はいはい、いきます。はいはい、おおお音がはい60、はい、そうです、はい、7割ぐらいで、7割弱、7割弱、ちょっと弱く、7割弱、怪我するね、はい、わかりました、はい、では、はい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 、いきます。うおあのね、殴っちゃダメです本当ですか、すごいないや本当ですね、うん、これ顔殴るんでしょ、これで顔殴ります。いや、アハハじゃないですよ、もう笑って言うことじゃないですダメですね、競技だ、はい、競技ですよね、はい、でもやっぱすごいな、ありがとうございました、いい経験になりました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがたき幸せです、ありがとうございます